公共曲第1番英派単調オーパス19はドミトリー・カバレフスキーが作曲した最初の公共曲。還元楽作曲家としてのデビューとなったピアノ競争曲第1番の初演から間もなくロシア革命の15周年を記念する作品として1932年に作曲されモスクワにおいて同年の11月9日に初演される。出版は1934年。 当初は、ビクトル・グセフの詩をもとに、帝政ロシアから、ソビエト体制への移行を表現する、歴史的カンタータとして構想されたが、最終的には、還元学のみによる二学章の公共曲として、完成された。全体的には、ロシア音楽の伝統に連なる表現が目立ち、詩であるニコライ・ミャスコフスキーの影響が明瞭である。フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネットに、 バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、打楽器、言語部環球の2楽章構成で演奏時間は20分程度。第1楽章は早朝に始まる、そなた形式、第2楽章は自由なロンドとして書かれている。レフダニレベチは、この作品のドラマティックな構成は、暗闇から光へ。 圧政のイメージから自由のイメージへと向かうと形容し、集結部には当時の大衆化が組み込まれているという。アンダンテモルトソステヌートアレグロモルトアジタート。ありがとうございます。